どうも、山田俊明です。内村あさみです。原奈子です。ちょっとこのスリーショット、うん、始めていただきました。ありがとうございます。まあ、というのもあさみちゃんのね、はい、あの朝ですの出演が4月から変わりまして、うん、はい、今までがまあ木金だったのが、はい、月火水になって、うん、そうです。で原様と同じ曜日になったということで実現をしました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあもう皆さんも気づいていると思いますけども、はい、何でしょうか。全員30以上です。あ、はい、なかなかいい感じです。ね、いつの間にか、ね、いつの間にか、ね、本当ね。え、どっちが年上。いや、これ多分原姉さんなのね。大多数の人が気づいてないけど私が上。そうなんだ。はい。え、年って今隠してんの？隠してないです、隠してないです。え、何歳？32歳です。32？ 奇跡の32ですよね。見えない ね。ちっちゃいしね。身長は？あ、身長151センチです。嘘やん、そんなんないやろ。なんで？ありますって。もっとちっちゃいイメージ。本当？そんぐらいだなと思ったやろ。普段ね、一緒にニュースやってるでしょ、うん、で、本番前までさ、ずっと近くにいるとすごいちっちゃいんだけど、うん、もう本番の時やっぱヒール履くから一気に背が上がるんですよ ね。伸ばしてます。それ脱いだ後の身長がすごい低くてさ、それがあの適正身長です。え、本ある？今スニーカーです、2人とも。ちょっと、はい、ちょっと壁にちゃんとピタッと引っ付いて髪、はい、こうです。私181ですよ、うん、151ですよ。え、かわいいサイズ感。これもちょっと上がってんじゃない。これえ、あ、確かにエアマックスなんでちょっと上がってる。若干ね。そうやろ、はい、あ、でもあるんだ150ね。あります、あります。140代ぐらいかと思ってた。あ、じゃあ、はなちゃんは今32センチ100…あ、違う違う、32歳めちゃちっちゃい。32歳151センチ、はい、うん、あさみちゃん身長いくつ。私158です。ね、あのあさみ姉さんはさ、ほら、まあ、写真の撮り方もさることならばもうスタイルがねすごいからさ。何、ちょっとほら立っといて。そしてほら皆様にちょっと、いや普通ですって。ほら足長いのよ。長くないですよマジで。これがまたシャツが似合すごい持ち上がってますよ今。あれですもん、写真をみんなで、生放送終わった後に写真撮るんですけど、うん、あのポージングが一番うまい。だってもうほら、いやもう、もう現役モデル何年やってんの。いやいや、何年でしょうね。13歳からなので、ほら今31ですから、はい、31歳です。計算してくださいっていう風だね。いやいやいや、バリバリのモデルさんですから。これこの間もなんかウェディングドレス。いや、そう、見ました。何あれ、何あれ。あれはそのモデル界でいう作品撮りっていうもので。え、これちょっと皆さんにお見せしても大丈夫、うん、あ、大丈夫です。こちらです。じゃあちょっと私出しますね。こちらです。はい、いや、何これ、びっくりしたもん。そう、こっちだけ、こっちだけ。こういう横たわってる感じのね。そうそうそう、めっちゃ好き。作品撮りって言って、そのモデルさんって、例えば私が今爽やかキャラで売ってるとしたら、可愛い系もできますよ、うん、セクシー系もできますよ、うん、ちょっと凛としたクールな感じもできますよっていうのを、先方さんに提出する写真があるんですけど、うん、これを、作品って言うんですね。ブックって言ってこうファイルを作るんですけど、うん、このファイルの中に入れる写真を撮ることを作品撮りって言って、うん、いろんな表情が私はできますよっていうのを。へー、自己紹介シートみたいな感じなのね。そういうことですね。履歴書の一つみたいな感じです。え、じゃあそんないろんな表情の写真があさみちゃんのそのブックには載ってるってこと、うん、ありますね。え、見たくない、これ。見た、普通の人見てないです。これどうなんですか、見せてもいいんですか皆さん。こういうのとかこういうのとかみたいな。でもあのインスタとかにも載せたりしてるんで全然。本当、はい、じゃあちょっとこれ少しまとめてご覧いただきに、じゃあ V 振りお願いします。ではご覧ください、どうぞ。これちょっとすごくない、いろんな表情が見える。
原ちゃんでは作品撮りしないの、そんな作品撮り。いやだからあのこの間そのカメラマンさんと話してて、誰かペアリングで、うん、距離を取りながら作品撮りしないって言われて、私原ちゃん誘ったんですけど、何ちょっといかんねん、ちゃんと、いやちょっと合わなかったよね、そうスケジュールがちょっと、そう結局ちょっと合わなくて、そういうパターンもあるんだ、ちょっとペアリングっていう感じで、そう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 、うん、一人で表現してカメラと一対一っていうのもあれば、例えばここの二人の女子との自然な表情っていうのを撮ってくれるっていうのも、なるほど、なるほど、ね、それであこの子この CM いいなとか、このポスターいいなとかっていうのをご検討していただくということですね。だからあの原ちゃんの場合は以前エリナちゃんと一緒に撮った時に、エリナちゃんが好きって言ったあの奇跡の一枚がね、はい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 、煽りなのにこんなに綺麗に映る人は原さんしかいないっていう、どんなどれ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 、こちらです、すごいこれね、なんか青空バッグでね、へえ確かに、なんかね、近所でただ撮っただけの、そうなんや、確かに煽りだったら、あの私が煽りで撮るとですね、こういう写真になるんですよ、はい、いやそうよね、やっぱ顎の肉とかさ、うん、それは出るやんか、ほらちょっと綺麗に出てるもんね、この写真がね、顎の肉は私も出ますよ、たまたま、本当にそのちゃん一生懸命探してる、いや、インスタある？あ、インスタになってます、あれいつぐらい、結構前じゃない、青い空、あ、そうバリキレイ、私なんかただマジで家の近所でパシャって撮っただけなんで、いやでもこれ本当いいと思うよ、これ作品でどうですか、一番これいいと思いますよ、いけるんだ、それでもいいんだ、うん、爽やかな感じでいいね、あ、いいね、いいねしてもらった、皆さんも原ちゃんのインスタでいいねをぜひ、本当ありがとうございます、綺麗、じゃあみんなは割とそういうイメージ違う系写真とかを持ってたりするんだ、うん、え、でもなんか、ね、なりますよね、うん、なる、女の子やっぱ着る服とメイクによってだいぶ違う、うん、山田さんもそれ企画でやったらいいんじゃないですかいや何笑うてんねん、何笑うてんねん、ねえしよう、俺のイメージ違うやつ、だってスーツのイメージの方多いでしょ、多分、うん、見てらっしゃる方は、確かに確かに、はあ、じゃあちょっと今後ね、いやでこの間ね、なんか YouTube 見てたら、うん、その普通のおっさんがね、うん、その韓国アーティスト、K-POP アーティスト風メイクをしてみたみたいな、はいはいはい、男性が、うん、そしたらすげえなんかぽくなったんよね、はいはいはい、こういう変身もなんか面白いんだと思ったのは思った、やってほしい、いいよね、いい振りじゃない、やってほしい、じゃあちょっと今度ね、あの、あさみちゃんにはあのいろいろと無茶振りされた記憶もあるんだね、うん、そうです、はい、なんでじゃあちょっとそこも頭に入れて、はい、で今日どうせ床屋さん行くんだったらちょっとあの、それ気にすんの、明日の朝時ニュース読まないといけないんだけどそれに対応できる髪型にしといてください、いや今日はね、あの、はい、ちょっとあさみちゃんとさっき今日何しゃべるみたいな話をした時に、あさみちゃんが最近ちょっと大人になりましたと、大人の階段登るっつって、もうだって30ですもん、なかなか鋭いツッコミ、私もですよ、そうね、ですから、まあ、いわゆる荒さだもんね、まあ、で何を登ったんですか、何があったんですか、スキンケアを一掃しまして、ちょっとだけいいお値段のやつに変えました、これが荒さですよこれがどんなもんか全く分かんないわけ、なんかその何、うんうん、スキンケアの値段を上げるっていうのはどういうこと、スキンケアっていうのはそもそもあの男性陣に説明しますと、メイクとは違います、うん、メイクはアラを隠すものです、うん、ね、なるほど、分けるものなんですけれども、はい、スキンケア商品っていうのは化粧水とか美容液とか乳液とか、うん、そういうお肌を整えるものなんですけれども、まあ、元をちゃんとしようとね、うん、隠してばっかではなくと思いまして、ちょっと内容のいいものにね変えなきゃなって、ほうほう、もう一生懸命これにはあれがいいよとかもいろいろ調べて、うん、ね、いやもうとにかく気になるのが乾燥、シミ、そばかす、シワ、あとゴワつき、あとターンオーバーが遅い、めっちゃ悪い、俺今のワードさ、私が出てるテレショップでよく聞くワードだったじゃあそれ使ってもらったらいいんじゃないですか、うん、そんなあなたにはこれってあの、うん、オールインワンが出てきますか、でもね、山田さんがあのされてるあれはめっちゃ人気ですよ、あ、やっぱそうなんだ、周りのあのおばっちゃまの中で、うん、やっぱいい、安いしね、うん、すごい効果が出るみたいね、うん、1200円から
1本4000円のランクアップしましたね。ちょっとだいぶ上がったじゃん、3倍以上じゃん。そう、結構勇気いるよね、そこまで上げると結構上がる。しかも、うん、それだけじゃないんですよ。そのそセットで買い替えるって、うん、ってなったら、うん、1万超えてくるわけですよ。え、原ちゃんいくらぐらいの？え、私もあの未だに1500円ぐらいです。それでちゃんと整えてくる。悩みある？肌悩みですか？めっちゃあります、うん、めっちゃあります。何何何？え、乾燥でしょ、うん、あと、あ、私もシミでしょ、うん、あと毛穴でしょ。毛穴ね。あとは何だろうな、あんま悩んでない。なんかザラつかん、顎のこの辺とか。そうでもない。あ、いやいやいや、気になります。そんなあなたにはこちらとこちら出したくなるで、職業柄。本当よね、はい、そうなんですよ。やっぱね、重ねるとね、年を重ねるとびっくりするよね。何が違うの、その1000円と4000円って。わかんないわかんない。だってね、浸透の仕方が違うのと、違うんだ。もう体感でわかんない。わかりました。へぇ、入ってるって。ほぉ、うそー、本当。そう、あ、なんか私の肌がもうそもそも良くないんだなと思ったの、その1200円の分使ってる時は、うん、だからもう何やろうか、皮膚科に行ってもう元から改善せないといけんのかなと思ってたけど、うんうん、その4000円のを昨日使ってみたのよ。普段通り洗顔をして、うんうん、で手のひらで温めてこう入れた瞬間入ったもんね。これね、うん、あの私のこのチャンネルって、うん、98% がおじさんなんですよ、うん、チャンネル登録者数のね、アナリティクスを見ると 98% が30代以上の男性なんですよ、はい、これじゃあ例えばそういう方が見てるという前提にすると、うんうんうん、あさみちゃんが使ってるちょっといい、うんうん、そういうやつをこう女子にプレゼントとかは、いや、たまらないでよね。いい感じ。自分じゃ買えないけどちょっといいよっていう。肌に合うのはない。そうそうそう。ああ、そうか。一方的にプレゼントされるというよりは、うん、うんうん、なんかちょっと探ってほしくない？あ、ちょっと探ってほしい。うん、1週間お試しキットとか。あ、そう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 。それめっちゃいい、めっちゃいい。いいと思う。いいいい。ハラちゃんは本当感動するんですけど、薄いよね、メイク。そんなに薄いですか、私。薄くない？まあ朝来た顔、私はすっぴんでいつも会いますけど、はい、そんなにね変わらないよね。私なんか、もうちょっとメイク勉強した方がいいのかなって思います。いや、それ言われると、それ多分ね、朝やけんそれ爽やかで全然いいと思う。減り少なかろう。え、減り少ないやろ、マスカラとかラインとかの。え、わかんない、どれぐらいで減るのかわかんない、まあ、2週間ぐらいでマスカラ。2週間マスカラですか？マスカラ。やばやばいやろ。え、普通どんぐらいなの？え、私全然何ヶ月か持っちゃうんだけど。もうなんか基準がわからん。なんなんこれ。ほんと2週間で私は、あ、ないって思って、中に化粧水入れてこうちょっと薄めて使うもん。でも、もう無理やと思って買い替え。すごい、うん、あ、そう、塗りが足りんのや。塗りが足りんわ。え、マスカラとかこれでしょ？マスカラこれでしょ？そうです、そうです。まつげに塗るものなんですけれども。確かに。じゃ美容系でしょ。で、あとお洋服もほら。うんうん。うんうん。やっぱかかるでしょ？お洋服がね、かかる。もうここ最近特にやけど、もうすぐこう。ポチッと。ポチっちゃうよね。あの9点を最近知っちゃって。アプリですね。何それ。コスメとかお洋服とか何でもあるサイトがあって。で結構タイムセールでバッて安くなったりするんです。9点。9点。どんな字書くの？大文字のアルファベットの9に、うん、OO10 やったかいな。かな？うん。クーみたいな。はい。こうみたいな。私も最近太田エリナちゃんから教えてもらって。私もエリナに聞いて。エリナ番長は知ってるね。これね、9点。ああ、おばきゅうの9ね。そうです。なんか。ああ。こうやって、ファッション、ビューティー、食品とかいろいろ出てて。であのこれいいんだ。そう、あとサプリかな、私は。はすごい。え、すごい、まあ、いくらかかってるの毎月。めっちゃかかってる。でもサプリは3000円くらいで、いや、ちょっとこれ 使えるかわかんないですけど、うん、松清のホワイトニングサプリがすっごくいいって言われた。
そう、何それ、白くなる、トーンアップしたりくすみがなくなったり、使い続けたらシミとかそばかすが薄くなっていくっていうふうに、口コミでも聞いたし、お店の方も最初ね、あのとあるメーカーを買おうとしたの、私が有名な CM で様子伝えられて、それを買おうとしたら実は栄養分とか、そのいいものが松木屋のこちらの方が倍入ってますって言われて、で値段も松木屋の方がもちろん安い、絶対コスパこっちがいいですよって、飲み続けるならって、でもそのパッケージとか、なんていうの、この有名なのを飲んでますよっていう気持ちになりたい方はこの有名なのを使った方がいいんですけど、そういうの気にされず改善をとにかくしていきたいっていう方はこの松木屋のサプリがおすすめですよ。でまんまと変えたよね、そっちにした、変える。いや、ほんとまだ飲み始めたばっかなんで。あ、じゃあもうこれから視聴者の皆さんが、あれ、あさみちゃんなんか肌の調子良さそうじゃないみたいな。良くなったら伝えます。ほんで持ってきます。松木屋だ。松木屋の青い箱に入ってる。わかりました。買うやもう。マジでいいらしいよ。私もめっちゃ気になってるんですよ。本当。日焼けしない代わりにシミできるんで。しない代わりにシミできる。そう、日焼けは全然しないんです私。黒くならないんだ。黒くならないんですよ。焼けない代わりにシミができる体質なんですよ。へえ。体質として飲みます。飲みます。シミは男まで言うから、うん。飲みましょう一緒に。俺も松木を。松木のあのレジの目の前に今ありましたよ。はい。もうマジで激推ししたいのが針治療で、針はねもう即効性がある。だってね、いつもインスタ見てたら針刺されまくってるやつが、ね、顔面にね、ライオンのね、たてがみかぐらい、そうなんかもう針刺すの、そうなんですよ、もう体にもちろん刺すのもいいですし、お顔とか耳周りっていっぱいツボがあって、そこに針を刺すことでリフトアップと、あとくすみがなくなるとか、あと化粧のりが良くなるとか、あとお目目が開くとかね。わあ、ちょっと痛くないの、あれ痛くないんですよ、これが。なんか原ちゃんそういう発信ないよね、特に。私あの気にしないがもっとね。いいよな。もうそもそも気にせんときはオッケーみたいな。でもハツラツさがなくなったよね。いや、あのいい意味で言うと落ち着いた、大人になった。フォロー。バリフォローありがとうございます。確かにまあ。ね、よく言えばお姉さんになった、ね。そう。いや確かにあの、アイドル時代の写真はもう顔がパンパン。そうね、プリンってしてるんですよ。そうね、それは落ち着きましたね。この間さ、ほら原ちゃんがね、あのリンクの1期生だけでこうライブをやりましたっていうさ、すごいやっぱファンの皆さん喜んでくれて、はい、10周年です、おめでとうございます。いや、でもやっぱあの時の集合写真は私も見ましたけど、やっぱこうハツラツじゃないよね。いい感じだよみんなね。好きやけどねあれも。そう。はい、いい感じ、円熟みをね増してきた感じの。あれのここ今皆さんにお見せしても大丈夫ですか？多分大丈夫だと思います。インスタグラムとかにも上がってますね。うん、こんな感じになっております。ね。はい。まあもう本当素敵な女性が。本当。目白押し。これは当時の衣装？当時の衣装です。よう入るよね。デビューした時の。はい、だから体型とかあんまり変わらないんですけど、ちょっと食べた後にすぐ太るようになりましたね。わかる。だからそれ、あ、気をつけないとっていうタイミングが増えました。で前原ちゃんほら腹筋割れてたじゃん。今は割れてはないんですけど、ちょっと仕上がってはないですね。前ほどの仕上がりはなくなりました。でもその10周年記念ライブで、お腹出しました。あ、いやー、出しました。あの初心を思い出そうと思って。すげえ、出せるのがいいよね。出せます？近々出します。どういうこと？これね、あの、いいですか、もうじゃあここの場をお借りして。いいよいいよ、何実はですね、私、はい、あの3月31日に自宅でちょっと収録した動画を本日上げようと思うんですけど、ついにダイエットを決心しました。おめでとうございます。決心しまして。マジ？さすがにもひどくなったんで。やっとお気づきですか？遅れますだから。もうね、曲に
準備していただいてるスーツとかも怖いが閉まらんとかさ、首のねシャツのボタンが閉まらんとかなっていて、ズボンもねパンパンでね、下に落ちたもん拾うとき心配ですよ、いつ開けるのかなって。おっしゃる通りでございます。ついにちょっと始めたんですけども、はい、ただ具体的にまだ何か始めたっていうことがまだないですよ。こうもう今日何日？十二三？二三十三？今日は十三です。十三でしょ？はい、もう二週間経つけど、まあなんかお菓子食べるのやめたぐらい。あ、でもそれ一歩成長だよね。うん、もうね、まあそれでも 1.5 キロぐらい痩せたんです。すごーい！もう元がでかいからさ、そんでまあすぐ痩せるんですわ。ただこっからちょっと私もね、きっちり絞っていこうと思いますんで、近々あのアップしますんで、はい、あー楽しみ。何の話をしとるのこれ。え、そっちの動画ではちなみにその具体的な数字っていうのは出すんですか？はい、出します。にゃー、え、ちなみにあのちょっとお写真をあの拝見させていただいたんですけど、ちらっとね、山田さんの、ああ見せましたね、はい、2人に見せました、ね、はい、やばいよね、やばいマジやばいよねこれはギリギリですよね。本当。いや多分、いやギリギリでぐらいアウトですよ。アウト。いや私たちね、こうスーツとかして、その布を覆ってる山田さんしか見たことないけど、布の下あんなんなんだって、ね。あんなんなんだ。なかなかね、蓄積がありましたね。本当ね。だからちょっと私ももうあのシックスパックをね、ちょっと取り戻せっていう。あ、取り戻せ。取り戻せっていう。そこまで行きます。言いましたよ、したいよね、したいよね。だってね、だってね、もうじゃあこう、目標数値まで言うと、今度詳しく言いますけど、だいたい14キロぐらい痩せなきゃいけないんですよ。おでもそれをちょっとやろうと。半年ちょいぐらいかけて。はいはいはい。14キロ。半年かけて。ちょっとこれはぜひ皆さんにも見守っていただきたいなと。なるほど。新企画をちょっとスタートさせようと思います。いや楽しみ、これは。しかもテレビをご覧の皆さんはその経過が見ていけますもんね。そう、じんわりね、はい、あれなんか気がついたらちょっとほっそりしたんじゃないみたいな、ね、スーツ余裕出てないみたいな、ね、いうことになる。原ちゃんがその腹筋を割るためにはやっぱり腹筋をしたの？腹筋とかしてましたよ。どんくらいしてた1日？でもそんなに1曲分とか5分とか。すごいね、1曲分大変。1曲分20回とかじゃなくて？あ、時間なんだ。リンク時代、アイドル時代は1曲ずっとやってましたね。しきらーん。これだけじゃなくて、なんか体幹とかいろいろ混ぜたりとかしながらとか。やっぱアイドルってすごいですね。じゃあやっぱり今さ、ほら、うん、テレビのね、音楽番組とかで見るようなアイドルの皆さんも、うん、そういうことやってんだろうね、めっちゃやってると思いますよ、うん、今の方とか。歌の練習だけじゃなくて、ダンスだけじゃなくて、うんうん、から鍛えてんだ。体型キープのためにしてると思います。そうだよね、夢を与えるからね、夢を与えてくださいよ。いやでもさ、やっぱこう少なからずさ、はい、私たちも画面に出る以上は、見ていただいてる以上はね、はい、ちょっと最低限のところまではいかないと。じゃあ山田さん、その半年後に痩せて、うん、その K-POP メイクしましょう、うん、あ、そうね。ちょっとはだけさせて、うんうん、でシャツ第3ボタンぐらいまで上げてね。そう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 、うん、で、そのあさみさんみたいな、そのなんていうんですか、作品撮り、撮り、うん、いいや、そこ目標で、イエーイ、決まった。これはちょっとあさみちゃんに、じゃあの、化粧水何使ってるか、はい、お伺いして、ね、半年間頑張ってみましょう。だから今が4月、10月ですね。じゃあもうこれきっちり言うと、まあ、受かるかどうか分かりませんけど、はい、あの今年福岡マラソンにエントリーしようと思って。おお、だから一応そこ目標に頑張っていこうと思うので、うん、はい、まあ、その近辺で作品撮りができるのかどうなのかどこ目指しとんやと見たいよね期待せずに待っててください。はい、今日はまあ年齢層ちょっと高めの30オーバーでお届けをします。それではまた、さよなら、バイバイ。